これで明日のレースに向けた準備が整いました。しかしまずグリッドの最前列に誰が並んだのかを見ておきましょう。ルクレール、ノリス、バルテリ・ボッタス。予選を終え、あとは決勝を待つばかりとなりました。明日のレースは完全生放送でお届けします。ご期待ください。またしてもイタリアグランプリの時間がやってきました。アウトドローモ・ディ・モンサ、みんなに愛されるアイコニックなサーキットです。シーズンの中でも最もダウンフォースとドラッグが低いので、ドライバーたちがスリップストリームを最大限に生かすレースになるはずです。雨に濡れるモンササーキット、多くのチームが好む空気抵抗を減らしたセッティングは今日はうまく機能しないかもしれません。最終コーナーとなるパラボリカは特に難しく、多くのマシンがグリップ不足にあえぐことになりそうです。さあグランプリが始まります。解説はアンソニー・デイビッドソンです。サムライなんですが、前回は確実な結果を残しましたが、その勢いを今回も維持できそうでしょうか。高揚した状態でレースに臨むのは悪いことじゃありませんが、決勝の勢いを決めるのはむしろフリー走行と予選です。維持するならレースウィークに入ってからの勢いを維持しないと。ではレース前にドライバーのグリッド順を確認しましょう。ポールポジションからスタートするのはランド・ノリス、横にはバルテリ・ボッタスが並びます。残りのグリッドはこのようになっています。サインツ、ガスリー、角田裕樹、フェルスタッペン、ハミルトン、ラッセル、サムライ、ダニエル・リカルド、ルクレール。グリッドペナルティにより後ろからのスタートとなります。ペレス、フェルナンド・アロンソ、オコン、ストロール、ジョー、アントニオ・ジョビナッツィ、そして佐藤マリノ、マゼピン、ミック・シューマッハ、ラティフィ、そして松下信春。まもなくスタートとなります。コースの方を確認しておきましょう。スピーカーが適用されてる。減速して制限速度を保ってくれ。アクシデントのせいで大量のデブリがコース上に散乱してる。もうじきレース再開だ。セーフティーカーはこのラップで消える。レースが再開してもグリーンフラッグが振られるまではオーバーテイク禁止だぞ。
雨は収まってきたが、トラックはしばらく濡れたままだ。ハミルトンについての情報だ。問題を抱えているらしい。スローダウンしろ。デルタがマイナスになっている。スピードの出し過ぎだ。コース上に大量のデブリが散乱しているという情報が入った。セーフティーカーが投入されてる。サインツについての情報だ。致命的なトラブルらしい。リタイアのようだ。道の白線には近づくなよ。線を越えてコースに出れば危険走行でペナルティーを課されるぞ。セーフティーカーだ。このラップはセーフティーカーに入る。なるべくタイヤの温度を保て。だがタイミングラインまでオーバーテイクはなしだ。緑の旗が出るまで順位はそのままでいけ。注意しろよ。もうピットストップはないぞ。
10.3 秒。レース終了だ。パルクフェルメで会おう。今日の澄んだ空気をうまく使い、誰にもスリップストリームの利用を許しませんでした。モンツァで見事勝利です。さあ、勝者の登場です。スリリングなレースを驚異的な奮闘でフェラーリが制しました。これまでの歴史を考えれば、今日の勝利を意外だと思うファンはどこにもいないでしょう。では、最新のドライバーズランキングを確認しましょう。ポイントリーダーにとっては望まぬ結果となりましたが、これでタイトル争いは面白くなりそうです。さて、ドライバーオブザデーについてです。アンソニー、誰を選びますか？松下信治です。では、コンストラクターズタイトルに移りましょう。現在のトップがそのリードを広げ続けています。一方、アストンマーチンは今週末も健闘し、さらに順位を上げています。今回のフォーミュラー1のウィークエンドは終わってしまいましたが、チャンピオンシップはまだ続きます。次回もぜひご覧ください。